米大リーグワールドシリーズ第2戦ドジャース4、2ヤンキース、26日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、ドジャース大谷翔平投手、30、が26日、日本時間27日、山本義信投手、26、が先発したワールドシリーズ第2戦の本拠地ヤンキース戦に1番、指名打者でスタメン出場し、2等を試みてスライディングした際に左肩を負傷した。 アクシデントが起きたのは4-1で3点をリードした7回。3打席目までは中飛、空振り三振、夕ロと無安打に抑え込まれていたが、一死走者なしで死球を選んで出塁。2死一塁、T、ヘルナンデスの打席の初球で2投を試みたが、タッチアウトになった。スライディングをして二塁に滑り込んだ際に、左肩を痛めたようで、しばらく立ち上がれずに表情を曇らせると、トレーナーらが向かい。 くもん、くの表情を見せたまま、トレーナーに支えられるようにしてベンチ裏に下がっていった。ベンチに姿を見せることなく、試合終了2分後には私服に着替えて帰路に着いた大谷。病院に直行した可能性もありそうだ。試合は先発した山本が7回途中1安打1失点と回答して日本人では07年松坂以来2人目の勝利投手になった。 打線は3から5番の T ヘルナンデス、フリーマン、エドマンが揃って本塁打を放って、4点を奪って2連勝とした。今季は54本塁打、130打点で2冠王に輝き、打率3割1分、59盗塁もリーグ2位だった大谷。史上6人目の40から40、40本塁打 &40 盗塁を達成しただけでなく、史上初の50から50に到達して、 54から59まで数字を伸ばし、日本人初のトリプルスリー、3割30本塁打30盗塁も記録した。ポストシーズンでもここまで全13試合に1番、指名打者でフル出場。50打数13安打の打率2割6分3本塁打10打点の成績を残し、チームを引っ張っている。